平成25年度富士総合科学演習を開始します。前方スクリーンをご覧ください。はじめに演習構成についてご説明いたします。演習は前段、後段の二部構成で行います。前段では陸上自衛隊の主要装備などを紹介したり、空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。後段では陸上、海上、航空自衛隊が行う統合による作戦により、我が国の防衛部に侵攻する敵部隊を洋上および内陸部において抑止するというシナリオで、各特殊部隊が統合して行う陸上戦闘の様子をご覧いただきます。なお、演習間に使用する用語などにつきましては、ナレーションにおいて努めて説明いたしますが、会場入り口でお配りした応援ホームに用語の解説記事を掲載していますので、ご活用ください。続きまして、本日使用する演習用事務機についてご説明いたします。前方スクリーンの説明図も合わせてご覧ください。富士山の方向、距離およそ3000メートル、白い煙が上がっている山一帯が御台山、黄色い煙が上がっている山一帯が三段山で、突火火口などの目標地域です。御台山および三段山の手前、距離およそ1000メートルから1800メートル、左から順に、数字の2から6で表示している台をそれぞれ2の台、6の台などと呼び、戦車砲、機関砲などの目標地域です。その手前、距離およそ800メートル、4の台と5の台との間にあるオレンジ色の標識のある台がオレンジの台です。戦車砲、機関砲などの目標地域です。オレンジの台の手前、距離およそ600メートルから800メートル、青、赤、黒、黄、白に着色した標識のある台を、それぞれ青の台、赤の台などと呼び、機関銃などの目標地域です。左手をご覧ください。現在、黄色い煙が上がっている台が左の台、右手、同じく黄色い煙が上がっている台が右の台で、対戦車誘導弾などの発射地域です。道路については、青の台と赤の台の間を走る道路を A 道、赤の台と黒の台の間を走る道路を B 道と呼び、それぞれアルファベットで表示しています。なお、前方スクリーンでは、千里眼と呼ばれる高感度高性能カメラにより撮影した弾着の様子などを応援しますので、そちらも合わせてご覧ください。以上で、全般説明及び演習場地域の説明を終わります。続きまして、演習間における注意事項についてご説明いたします。演習間、車両などに赤旗を表示しますが、これは火砲、戦車などが射撃をする合図となります。射撃の際には大変大きな音がいたしますので、ご注意ください。また、ヘリコプターの接近や風向きにより、煙、砂塵、小石などが飛んでくる恐れがありますので、ハンカチで顔を覆うなどの対処をしていただきますようお願いいたします。観覧席前の広場は大変危険です。演習間は前方のロープより前には絶対に出ないでください。ただいまから前段演習を開始します。前方スクリーンをご覧ください。前段演習においては陸上自衛隊の火力を使用装備ごとに遠距離、中距離、近距離火力、
ヘリコプター火力、対空火力、および戦車火力に分けて紹介しています。空挺部隊による空挺効果をご覧いただきます。はじめに、陸上自衛隊の遠距離火力である特化火力についてご覧いただきます。右手から特化部隊が侵入してきました。まず、指揮官車が前方で侵入し、誘導員が敵位置にマホを誘導します。特化部隊とは、マホのロケット、およびミサイルを装備する部隊で、
155mm 榴弾砲 FH-704 射撃をご覧いただき、特化部隊は通常5門の火砲を基準とする中隊1隊、もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲による中隊の射撃を行います。本来ですと
車両により牽引して移動しますが、今回は2時間中で実験完成として実走行により移動を行いたいと思います。
1年間を行います。2種類の迫力交渉体による陣地変換容量の違いをご覧ください。
旧6式多目的誘導弾の射撃ですが、本日は実弾射撃を行いませんので、射撃の様子を前方スクリーンのビデオ映像でご覧ください。近距離火力として主に近接戦法で使用される装備の射撃などを行います。はじめに対人障害である指向性散弾の爆破をご覧いただきます。前方スクリーンをご覧ください。指向性散弾は直径1センチほどの大きさの多数の弾が扇状に飛び散り、接近する敵歩兵部隊を一瞬のうちに制圧するもので、あらかじめ我が陣地の前に設置し、離れた位置から爆発させます。敵歩兵に見立てた赤と白の修正を青の前に左側、黄色の前に右側の角に立てさせていくので、その様子をご覧ください。
戦闘行動にも有効に使用できます。この計算高機動車を車上からマルチト式携帯戦車誘導弾を設置します。マルチト式携帯戦車誘導弾は打ち流し式で、ミサイルが自動的に目標を追尾して命中するため、発射した後、直ちその場から移動することが可能です。また、射撃には、おおむね水平に飛翔する前進弾道モードと、目標を上空から追尾するダイブモードの2種類の飛翔モードがあります。本日は目標を上空から追尾するダイブモードによる射撃を行った後、直ちにその場から離脱する要領をご覧いただきます。目標は3の前の黄色い煙が上がった場所にある青い標的です。次に対人狙撃陣の射撃をご覧いただきます。ただいま観覧席前で隊員が所持している火器が対人狙撃銃です。対人狙撃銃は狙撃手、観測手の2名が1組となり、遠距離の人員などに対する精密な射撃が可能ですが、さまざまな気象の影響を受けやすいため、狙撃には高い射撃技術が求められます。通常の小銃射撃は200メートルから300メートルの距離で行いますが、本日ご覧いただく狙撃は500メートルの距離で行います。本来ですと狙撃は隠れた場所から行いますが、本日は皆様にご覧いただけますよう広場右側の両線から射撃します。なお前方スクリーンに射撃および標的の様子を放映しますので、そちらも合わせてご確認ください。それでは射撃をご覧いただきます。目標は黄色の台の車両に乗車している窓の中の人員をたどった標的です。はじめに左側の標的、続いて右側の標的を射撃します。目標は赤の台にある
敵歩兵に見立てた黄色い銀線です。Thank you.
左手をご覧ください。ライブ会から成立します。目標は5度台の入口の強い標的です。
をご覧ください。急な施設状態が登場しました。
た人たち自転車利用が引き続き運動圏に侵入します。現在左の両線に陣地を占領している人たち自転車2号は、射撃を行った戦車が陣地に侵入するまでの間、前方を警戒しながらネットワークシステムにより敵に関する情報を各社に伝達、その体内で情報を共有しています。左右の両線に侵入した人が指定者4秒が入手した情報を交互に共有しながら射撃する動作目標回避を行います。目標は3、4台にあり4つの目標です。
CH47 は最大で55名の人員が搭乗可能です。東日本大震災においては緊急患者輸送や孤立地域などにおける人員輸送にも活躍しました。ただいま機械まで行っています発電は目標地点を示すとともに隊員が発表地点における風の方向や風力を確認するためのものです。
今、自由降下した空挺隊員10名が全員無事に着地しました。空挺隊員は通常着地した後速やかに任務の遂行に当たりますが、本日は降下開始から着地までの一連の降下要領をご覧いただきました。以上で連弾演習を終了します。連弾演習は11時30分開始の予定です。